どうも、お疲れ様です。即価事業の久保ですえ。今回はね、ちょっと前にお話しした話題の続きなんですけども、まあ、年金ですよね。年金の受け取りを繰り上げ受給にするのか、それとも繰り下げ受給にするのか、通常通り65歳で受け取るのがお得なのか、まあ、それぞれね、考えてみて、結論としては、繰り上げてまで、受け取り額を減らしてまで、 60歳から受給した方がいいということだったんですけども、今回はそれをね、3点のポイントにまとめてお話したいと思います。その3点っていうのが、損益分岐点です。つまり、60歳で受け取ったとき、65歳で受け取ったとき、70歳で受け取ったとき、どこで大体差ができてくるかってことですよね。はい。そして、課税関係です。あの、当然ですけども、年金といえども、所得になりますんで、 なんとね、支給額に課税されるんですよ。だから支給額がね、大きければ大きいけど、課税の額って大きくなるんですよ。で、皮肉なことにね、支給額が少ないと、非課税に当たる場合もあるんですよ。つまり、住民税非課税世帯です。まあ、そう考えたときに、実際、トータルで受け取る金額が、60歳からがいいのか、65歳からがいいのか、70歳からがいいのか、っていうふうに、 考えていくとだから月単位で多い少ないではなくてトータルでで受け取る金額ってことですよねもちろん受け取るっていうのはどこで寿命が終わるかっていう不確定要素も入りますのでなかなか計画通りにはいかないと思うんですけども、まあ、それでもね例えば80歳とか90歳とかね、まあ、100歳とは言いませんけどもその辺りまで生きることを想定しながらちょっとね計算してみましょうそして最後は感情論なんですよ うん、どこが一番お得を感じるかってことなんですけどもやっぱり全部がね荒削りな感情で論ずるよりも実際そうだよねって思わせるところまで落とし込んで今回お話したいと思いますそれではまずねそうですねどっから話せばいいか一つですね健康なうちにお金は受け取った方がいいかなっていう視点からお話し,しましょうかまあ感情論に近いですけどもやっぱりね60歳でお金を受け取る時ときと80歳でお金を受け取る時ときと その生かし方も大体分かれてくると思うんですよさすがにね八十から手元にあるお金をなんかねこねくり回してさらに生かしていこう増やしていこうっていうのは六十代の時よりも二十年分楽が出てくるんじゃないかなと思うんですよねやっぱり六十代ぐらいからお金を受け取るとそれを何に使うべきか何に使わないべきかっていう風な判断も 80の時よりはまだ柔軟にできるのかなと思いますよね。そして、その時点でのチャンスっていうのをつかめるのかなというふうに思います。まあ、こういうふうなね、ふわっとした理由で、まずは健康なうちにお金を受け取るべきかなと思います。やっぱりね、80すぎると、ただ生きるためだけに、衣食住のためだけにお金を使うのがやっとってことになって、下手したらね、余剰金が出てしまって、まあ、死に金を作ることにもなりかねませんからね、まあそういうふうに考えていくと。 で60代からお金が少しでもあると、まあ、なんか学習に投資したりね人間関係に使ったりとかもまだまだできるんじゃないかなとその結果70代以降もその豊かに暮らすチャンスが残るんじゃないかなと思いますでそれから2つ目ですけども税金のことですよねあの65歳の時に比べて60歳で繰り上げ受給したら確かに月当たりの支給額は計算上24%減るんですよ まあ、つまり100万円を受け取ると仮定した時ね65歳は100万円支給されるんですけどもそれに比べて、えー、24%差し引いた76万円の受け取りが繰り上げ受給60歳ってことになるんですよね月単位は確かにね少ないんですけどもこれ以前計算しましたけどもじゃあ60歳で繰り上げ受給をした人がね 5年間受け取った金額と、65歳でさあこれから受け取るぞと思う人の、これ金額ですね、受け取り金額。比べたら明白ですよね。65歳の時点で、これから受け取るべき、まだ受け取り金額がゼロの人と、5年間、まあ年間ね、うん、繰り上げ受給してちょっと減った金額であっても、5年間受け取った人のトータル、やっぱり60歳からの方が得じゃないですか。で、その、それぞれの立ち位置から受け取った人が、 じゃあ、何歳になったらね、並ぶのかってことですけども、これ計算上ね、81歳になってやっと並ぶんですよ。つまり、65歳で受け取るのか、60歳で受け取るのか、悩んだ方は、81歳まで生きるんだったら、60歳の繰り上げの方が得ですよってことだけをね、ちょっと頭の隅に入れて、入れておいていただければと思います。はい。そして、今度は、課税関係のうちですね。じゃあ、繰り下げ受給して、 70歳から受け取ることにししたらどうでしょうでょか、まあ、これもね70歳から受け取るってことは60歳から受け取ってる人に比べて10年間の差ができるわけですよねつまり70歳の時点ではまだ受け取り金額ゼロなんですよでも繰り上げ受給して60歳から受け取った方はもう20年間ね24%減であろうとも受け取り続けているんでトータルの受け取り金額は70歳の時点で 当然60歳から受け取った人の方が勝るんですよねで残り10年後81歳の時にやっと、まあ、並ぶというふうに計算するとね、まあ、若干ちょっと前倒しにはなるんですけども78ぐらいだったかなまあでもやっぱりね80歳ぐらいまで生きるとしたら繰繰上げげ受受給給ししたた人と下なんですよねだから10年間早く受け取った方がやっぱり得なんじゃないかなっていうふうな気持ちにはなります それから3つ目なんですけどもね、うん、これはねいろんな総益分岐点とか課税関係とか感情論をこれに振り回していくとまた別の問題が見えできますそれがあの物価の上昇に対応できるかどうかっていうことですよね大体いい1年間に2%の物価上昇があると仮定すると5年間で10%まあ 単純には10%じゃなくてもうちょっと上がるんですけども、10%の物価上昇があるということなんですよ。ということは、60歳の時点で100万円で買えたものが、5年後、65歳の時点では110万円になってるっていう計算なんですよね。そう考えていくと、60歳の時に100万円で買えるものを100万で買った方がいいのかなと思いますね。同じものでも、この物価上昇によって、 65歳の時には110万になってるって話ですから何もせずに受け取るべきお金,お金を受け取っていないとその物価上昇にその年金の受け取り年齢による増加分が、まあ、追いつけなくなってくるんじゃないかなと思いますねしかもこの物価上昇っていうのは年2%どころか最近ちょっとね激しいんでこれますます進むんじゃないかなと、うん、特にこれから生産年齢の人口が減って それから消費者人口が増えるわけですよ、まあ、要するに少子高齢化ですよね、そうなると、世の中の財物ってのは、今と比べて、来年とか再来年とか5年後、10年後の方が減るということになりますんで、物の価値はその分だけ上がっていって、値上がり予約も2%どころかね3、3%とか、場合によって5%になるかもしれないなと考えたときに、一刻も早く現金は受け取った方が、税金の面でも優しいし。 物価の上昇にも対応できるしそしてまあ課税もねいろいろと考慮されるということでやっぱ60歳から繰上げ受給した方がいいいかなと思いますね、うん、もちろん繰り上げ受給したその額があのもっともっとね、うん、減ってしまうってことだったらまた再計算が必要ですけどもこれはすぐには変わらないと思いますんでまあここ10年ぐらい、うん、10年とか15年ぐらいは、うん、まあ一刻も早く受け取った方がいいのかなっていうふうな計算に落ち着くところでございます。 まあそれでは今回はそんな風にしてまとめさせていただきました。